連続で6度目の開幕先発となる西崎投手はおよそ30球を投げ最後の仕上げ、明日は自分のピッチングができればと語りました。また今シーズン横浜ベイスターズから移籍の高木選手もオープン戦の好調をキープ、ベテランと若手が一丸となり去年の雪辱を期しています。なせばなる、なさねばならぬ何事もという言葉があるわな。だから必ずそういう方向に向けてね、自分の仕事に、偽りのないやっぱり仕事をして、やっていきたいと思います。日本ハム戦は3万2000人とやや寂しい意味でした。しかし日本ハムの牽引役広瀬がハッスルプレーで盛り上げます。この広瀬のプレーをじっと見つめていたのがドラフト4位のルーキー大貝です。名前は大貝でも身長は169センチ、監督からしじみちゃんのニックネームを頂戴しました。9番センターの抜擢に応え、プロ初打席初安打の見事なデビューです。ベテランも負けられません。大貝を一塁に置いて広瀬、大貝は一気にホームへ、自慢の俊足をアピールしました。大貝の2打席目、今度は流し打ち、再びチャンスを作ります。二塁一塁となってまたも広瀬、ここで打つのがベテランの役目ときっちり大貝を返します。大貝広瀬ともに今日3安打の猛打賞、ルーキーとベテランの活躍が日本ハムに勝利を呼び込みました。やっぱり気持ちいいですね、打って帰ってきてみんなに迎えられるっていうのは。やっぱりちっちゃくても打って守って走れるっていうところを見てもらえたらいいし、ひじみさんだんだん大きくなってハマグリぐらいになるんじゃない。ファンを呼び戻す鍵は新しいスターの登場。闘志あふれるプレーで見事なデビューを飾った大貝はスター候補に一躍名乗りを上げました。試合はランナー2人を置いて出ました、逆転のスリーランホームラン。これにはスタンドで応援の奥様も大喜び。日本ハムはこの回だけで5点を奪い、ロッテの開幕投手小宮山をノックアウトです。またルーキー大貝は8回にもヒットを放ち、プロ開幕戦で猛打賞、なんとも華々しいデビューを飾りました。また投げてもエース西崎が合計12個の三振を奪って通算1000奪三振も達成しての完投勝ち。やっぱり西武を追うのはここしかない。ルーキー、キャプテン、エース、全てがうまく噛み合った日本ハムが見事な逆転勝利を飾っています。日本ハムを再三苦しめ、大沢監督にイラブクラゲに刺されたと言わしめました。そのイラブ立ち上がり課題の制球に苦しみ、1回いきなりワンアウト満塁のピンチを迎えます。5番周のこの当たり、ダブルプレーは取れず日本ハムに先制の1点を与えます。立ち上がりこそ不安でしたが、そこはやはりイラブ、2回以降は自慢の速球とフォークに冴えを取り戻し、日本ハムを抑え込みます。なんとか追加点の欲しい大沢監督、たまらずベンチを飛び出しコーチスボックスから打線に激を飛ばします。しかし頼みの主軸も三振の山を築くばかり、攻略の足がかりさえつかめません。日本ハムの先発候補も相手に得点を許さず、緊迫したムードで迎えた6回、ロッテ西村の当たりは何でもないキャッチャーフライ、ベテラン田村のエラーが2塁1塁とピンチを広げてしまいました。続くバッターは昨日3安打の平野。ルーキー大貝のファイトあふれるプレー、ベテランのミスを帳消しにしました。大貝の必死のプレーで流れを引き寄せた日本ハムが1点を守りきって開幕2連勝です。電気くらい今日はちょっとやっつけたけどな、半分まだお前いそるやれ、とどめさせねえんだからなあ。宿敵イラブから勝ち星を挙げたとはいえ、後半は完全に抑え込まれた大沢日本ハム、次の対決が早くも楽しみになってきました。する日本ハムとオリックス、開幕から2連勝の大沢監督はサイコロも目立って1の裏は6になっている、このまま突っ走れるとは限らないよと慎重でした。一方大井監督は5年前に近鉄を率いて西武を倒した実績の持ち主、チームは開幕から2連敗で元気がありませんが、大井マジックが現れるのはこれからです。どちらの監督が西武への挑戦者となるのか、今シーズンの行方を占う3連戦で先に火をつけたのはオリックスでした。6回、先頭の小川が先発武田の初球のストレートを迷わずフルスイング、1号ホームランでオリックスが先制します。続
く1番田口、武田をすかさず攻め立て、今度はツーベースヒットを浴びせます。今シーズンから登録名を変えた2番鈴木一郎、プロ入り3年目の20歳、泳ぎながらのスイングでしたが連続ヒット、ノーアウトランナー3塁1塁とします。続く3番藤井、アウトコース低めのボールに片手を離しながら食らいつきます。犠牲フライとなって1点を追加します。ツーアウトランナー2塁となって5番高橋聡、右の足首を痛め今夜はテーピングをしての出場でしたがタイムリーヒット。オリックスはこの回3点を取って日本ハムの先発武田を99球でノックアウトしました。8回、日本ハムはこの回から3人目の高井、バッターは今日好調の2番一郎、レフトへツーベースヒット。5番高橋聡は4人目松浦から2打席連続のタイムリーヒット、オリックスダメ押しの4点目を挙げます。若手の活躍で4点のリードをもらったオリックスの先発佐藤義則はプロ入り18年目の39歳、球界最年長投手は開幕からの連敗を止めようと力投します。低め低めに変化球を集めるピッチングで日本ハム打線を8回まで5安打0点に抑えます。今シーズンセパ通じて初の完封勝利を目前にした佐藤は9回、2アウトの後周を迎えて投げ急ぎます。周、今シーズン第2号のホームラン。佐藤の筆頭らしい筆頭はこの1球だけ。オリックスはベテラン佐藤の力投で4対1で勝ちました。場合によっては今日という可能性も、まあ、そうですね、まあ、どんどん、まあ、わかんないですね、まだ。試合に出たくてたまらないという感じのドラフト1位関根の前で今日の先発白井康勝は本当に見事なピッチングを見せました。速球のキレ、変化球のコントロールともに申し分なく、5回まで迎えた15人の打者に対し出したランナーはゼロ、まさかの雰囲気さえ漂うパーフェクトピッチング。そんな白井を助けようと日本ハム打線は毎回ランナーを出し、このように一瞬運もあるようなんですがダブルプレーが続出。5回に迎えた2アウト満塁のチャンスも高木がセカンドゴロに終わるなど効率の悪い攻めばかりが目立ち、5回までヒット7本を放ちながら無得点、なかなか白井を援護できません。そして迎えた6回表、白井康勝がこの日許した初めての安打はオリックス平塚のまさかまさかのプロ入り第1号ホームラン。白井は結局この後ピンチを広げて降板、オリックスは効率的にタイムリーを集めこのイニング一挙4点を奪いました。結局8回まで11安打を放ちながらも無得点の日本ハムに対し、9回ルーキー関根からまたまた平塚がツーランホームランを放つなど8安打で7得点とコストパフォーマンスの高い攻めを見せたオリックスがこのカード連勝を飾っています。